日本政府が VSL 搭載実験潜水艦の建造正式発表し、海上自衛隊の潜水艦配備計画が拡大化しています。今回は海上自衛隊で原子力潜水艦を保有、建造するかという話を詳しく考察していきますね。原潜建造費に3000億円で大芸、潜水艦約900億円、VSL 搭載潜水艦が、その上、1000億円とすると、3隻ほど建造できます。世界最強の戦略型潜水艦通常動力版を、建造でだ、スペックダウンした潜水艦を売るなんてできたらいいですけど。2023年1月15日、アメリカ海軍の作戦部長を務めるマイケル・ギルディ氏がある会合において、日本の今後の原子力潜水艦の建造について触れ、それは、政治、財政的に、国家レベルの支援が必要だと述べたという。この発言は、アメリカ海軍研究所が抱えているメディアである USNI ニュースが報じたもので、額面通りに、その言葉を受け取るならば、日本が、すでに、原子力潜水艦の保有を実行に移そうとしているように聞こえてしまう。現状では、2022年12月の閣議決定で、安保関連3文書を、改定の上、承認したことで、防衛費の大幅な増額、つまり2023年度からの5年間の累計でおよそ43兆円、対 GDP 比で、2% の達成は、数値目標としては掲げられてはいる。その中では長距離攻撃が可能で、かつては、敵基地攻撃能力と呼ばれていた、分野の兵器を反撃能力と位置づけ、それらを実行する手段として、複数のスタンドオフミサイルの開発と調達を打ち出した状態である。そのため、少なくとも、日本の海上自衛隊の原子力潜水艦の保有が公に示されたことはこれまでにもないが、アメリカ海軍の要職にある人物がこうした発言を行うということには何らかの意図が働いているのかもしれない。マイケル・ギルディ氏は続けて一昨年の2021年9月にオーストラリアとアメリカとイギリスとが急遽締結を行った軍事同盟、オーカスの件に触れ、それにより、オーストラリアが、原子力潜水艦の保有に踏み出したことを挙げている。このオーストラリアの決断と同じ方向性で、マイケル・ギルディ氏は、日本の海上自衛隊が、原子力潜水艦の保有という選択を行う可能性を説いたものとみられ、今後どのように受け取られるのかが注目される。今のこと、ロコ人的にニュース等を確認している中では、この発言に対する日本側の意思表示は確認できていないが、韓国の中央日報は、この件を報道し、しかも、日本の原子力潜水艦の保有を歓迎するかのようなニュアンスを示している。これは、多分に、韓国自体が、原子力潜水艦の保有を目指している事実に照らして、そうした行いに対して、アメリカからの了承を得やすくなるとの思惑があるのだと見て取れるが、いつもの日本の軍備拡張に対する態度とは、好対照な点は、興味深い。しかし、同時に、この2023年1月10日から、開始されたアメリカ海軍協会の年次の総会においては、大西洋方面を担当している、ダリル・コードル大将が、予定の10隻に、4隻も潜水艦が足りないと発言しており、アメリカの現状を嘆いている。アメリカ海軍では、最新鋭の攻撃型原子力潜水艦であるバージニア級を、近年も年間2隻のペースで発注を行っているにもかかわらず、また、年間で10隻が予定されている大規模なメンテナンスも滞っているとされている。こうしたアメリカ海軍の原子力潜水艦をめぐる計画の遅延は、新型コロナウイルスの問題等で表面化していたことに加え、昨年から始まり、今も続くロシア・ウクライナ戦争の影響も大きく、
深刻な問題に発展しているようだ。アメリカが自国海軍に対しても原子力潜水艦の予定通りの新規建造やメンテナンスが進んでいない現状は、先のオーカスの締結に基づき、オーストラリアにバージニア級を融通すると見られた動きにも影響を与えるだろう。オーストラリア海軍の攻撃型原子力潜水艦の件については、アメリカらならばバージニア級、イギリスからならばアスチュート級が候補とされてきたが、イギリスの余力はアメリカ以上にないと考えられてきた。そのため、本命はアメリカからのバージニア級とめされ、新ゾブン数隻と残りは、オーストラリア国内で建造する体制を整え自国建造する方法が有力視されてきたが、ここに来て、かなり、この動きに陰りが見えている、感は否めない。アメリカで、オーストラリア向けのバージニア級の新造が厳しい場合には、アメリカ海軍で運用中の既存の艦艇から、供出する案も聞こえてはいたが、この場合、潜水艦自体の総数は変わらないため、アメリカにとって利点がないとも言われている。結局のところ、オーストラリアは原子力潜水艦の保有を打ち出しては見たものの、既存の通常動力型潜水艦であるコリンズ級6隻に対し、延命措置としての近代化改修を施しつつ、次の手を模索する必要に迫られている。さて、肝心の日本であるが、オーストラリアと最も異なる点は、原子力発電所という設備を設置、維持できる技術的な能力は保持している部分であり、潜水艦用の原子炉の開発についても、粗相の素地は備えているとは思われる。そのため潜水艦に搭載するための原子炉の開発には、原子力発電所とはまた異なる、労力とノウハウが必要となることは間違いないが、技術的な基盤を国内で抱えているという点においては、オーストラリアよりも、運があるだろう。現在の日本の海上自衛隊における潜水艦は、通常動力型のみの攻撃型に、限定はされるものの、親潮型9隻、双竜型12隻、太平洋型1隻が実戦配備されており、中期防衛力整備計画で目指した22隻体制を充足している。例えば、イギリス海軍であれば、攻撃型潜水艦も、すべて原子力潜水艦で統一しているものの、トラファルガー級1隻と最新鋭のアスチュート級が、6隻の合計7隻の保有に止まり、数の面では、日本よりもはるかに少ない。これはフランスでも同様であり、同国も攻撃型潜水艦は原子力推進のみだが、収益中であるのは、リュビ級が6隻、最新型のシュフラン級が、ようやく、昨年2022年6月に収益、イギリスと同様に、7隻の体制を構築している。日本の場合、四方を、広い領海で囲まれてはいるものの最大の仮想敵国である中国、ロシア、北朝鮮とは比較的近距離にあり、通常動力型よりもはるかに行動半径や連続潜航時間が長大で速度も速い原子力潜水艦の特性が必須かは考える必要はある。何より海上自衛隊の潜水艦の場合、現行の最新鋭の体系型でも建造費は上昇しているとはいえ、一隻あたり、未だ、800億円ほどで建造できているが、原子力潜水艦となれば、建造費は、確実に一桁は上昇する。それを考慮するならば、確かにほとんど浮上する必要がなく、数ヶ月にわたって、作戦行動に従事することが可能な原子力潜水艦は、制限が少なく、運用の幅は広がることは事実だが、適正な費用対効果があるか否かは、検討すべきだろう。純粋に軍事的な観点からは、日本が、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきかどうかは、議論と検討を深めていく、必要性があると思えるが、政治的に、
今の既存の政党がいかにこれを捉えているのかについても触れてみたい。2022年6月に、翌月の参議院選挙を前に、フジテレビ系列の番組において、自民党、公明党、立憲民主党、日本維新の会、共産党、国民民主党、令和新選組、社民党、NHK 党の9党の党首が参加した討論が行われた。ここで、番組側から、日本は、今後、原子力潜水艦を保有すべきかどうかという質問が投げかけられたが、それに賛同の意を示したのは、日本維新の会、国民民主党、NHK 党の3党であり、与党の自民党や公明党は、慎重な姿勢を崩さなかった。逆に、はっきりと、日本の原子力潜水艦の保有に反対の意を示したのは、立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党の4党であり、その姿勢は、あえて聞くまでも、なく最初から予想できたというのが、偽らざる心境である。2022年の参議院議員選挙の結果を挙げるまでもなく、これら立憲民主党、共産党、令和新選組、社民党ら4党が、民主主義に照らして、日本の大多数の国民に支持を得ていないことは明白で、今後も状況が変わることはないだろう。与党である自民党は、日本が原子力潜水艦を導入することになれば、膨大なコストが必要と答え、施策として、必ずしも優先順位が高いものとは言えないとの見解で、公明党も費用的にも現実的ではないと答えている。南シナ海で黒潮潜水艦が突如として現れました。護衛艦かが後米軍との自由の航行作戦での訓練をしていた時でした。今となっては後出しになってしまいますが、当時のチャンネルでかつて言っていたように、潜水艦が海底にいることがわかりましたね。潜水艦が海底にいると言った3日後、当時の防衛大臣、小野寺氏が、15年も、前から、南シナ海での訓練を行っていた、護衛艦加賀の海底には、黒潮が、任務を、水港南シナ海で、極秘任務についていたということを発表しました。なぜ、今頃発表と考えてしまいますが、実は、黒潮は、旧型の潜水艦その旧型でも、南シナ海まで潜航しつつ、中国海軍にも発見されず、このタイミングという場面で発表したのです。これは、もう、抑止効果としか言えませんね。ただ、そう、旧型潜水艦が、もう一隻海底にいたのではないのか?と、そんな気がしているのも事実です。そう、旧型潜水艦の潜航深度は、旧型潜水艦の黒潮よりも深いのは当然で、この潜航深度は、極秘扱いになっている1000メートルは、潜れるという、人や500メートルがいっぱいという話などもあります。実際には、その潜航深度は、謎のまま、未だに議論が繰り広げられています。個人的には800メートルと考えている、最新鋭の竜や東流などリチウムイオン電池搭載艦ともなると、
深く潜れるのではと考えますが、この潜航深度はそのまま変わらないだろうとも思います。難しいところです。ただ、そう、夕方潜水艦の次、最新鋭潜水艦では変わってくると考えます。通常動力型潜水艦でトップ、原子力潜水艦をもしのぐ性能を取り込んでいることでしょう。静粛性は実質トップと言えますね。リチウムイオンを搭載した放流の引き渡しに備え、性能を改めて見ていきましょう。日本には潜水艦化数多くありますが、放流の出現が今までの潜水艦の歴史を変えました。放流派2018年10月4日に進水式を終えたばかりの比較的新しい潜水艦。本当の活動はまだまだこれからですが、日本の本気の忍者が完成したのだと考えています。しかも、海底の忍者です。ちなみに、放流の建造費は660億円だったそうです。費用を見るだけで、いかに力を入れて開発されたのかがわかりますね。さて、この放流の出現とは、一体、どんな意味があるのでしょうか？高性能な潜水艦は、自国より、むしろ、他国への脅威となるはずです。つまり、日本の周辺国、中国、韓国、ロシア他にとっては、かなり目障りな、驚異的存在だと感じることでしょう。なぜなら、日本に近づくとしたら、空か海の両方を突破しなければならないのですから。忍者放流なら、海からの敵の接近をすぐに察知し、防衛体制を整えることができるでしょう。自分たちの見えないところ、潜む見えない敵。これほど、恐ろしいものはないでしょう。ここで、放流に関する中国メディアが書いた記事を紹介します。その中には、実に気になることが書いてありました。三菱重工神戸造船所で、10月4日、新たに建造された潜水艦の命名式、および進水式が開催されました。この潜水艦の名前は、放流、そう、夕方潜水艦の11番艦です。特筆すべきは、この艦が、世界で、初めて、リチウムイオン電池が搭載された、軍用潜水艦という事実です。中国の無料で利用できるニュースアプリである、今日頭上波19日、放流に関連した記事を載せました。そして、リチウムイオン電池を搭載した日本の潜水艦にはメリットが多いのに、どうして中国では採用しないのか、と啓発しました。これまでの、そう、流型は、鉛電池とスウェーデン製のスターリングエンジンを併用していたのですが、代わって、新たにリチウムイオン電池を搭載することによって、水中持続力などが格段にアップしたようです。日本は近年軍事拡張の傾向があり、未だにアメリカの制限を受け、しかも平和憲法の下にありますが、軍備の面でも存在感を示しつつあります。といった内容でした。また、キジハオウリュウが使用しているリチウムイオン電池についても説明しています。このリチウムイオン電池の発明に関しては、日本人の吉野彰氏が2019年のノーベル化学賞を受賞したことも記憶に新しいですよね。リチウムイオン電池は多くの電気自動車にも使用されている電池です。蓄電量は普通の電池の3倍と言われていますから、充電に時間を割けない潜水艦に使用するのは効率的と言えるでしょう。充電のために浮上しなくて済むわけですから、潜水可能時間が長くなるはずです。さらに音が静かで、敵に気づかれにくいという利点もあるので、どうして、
こんなにいいものを中国では採用しないのか、という疑問が出てくるという指摘もありました。今日頭上の記事は、中国で採用しない理由について、リチウムイオン電池には発火しやすいという致命的な欠点があるためと説明しています。確かに、リチウムイオン電池を使用しているスマートフォンやノートパソコンに発火事故が少なくないのは事実です。海底で活動する潜水艦上での火災は命に関わる大変な事故になりますから、発火の恐れがある電池の使用はしないというのは理解できることです。とはいえ、潜水艦用リチウムイオン電池については、様々な問題、予算などのせいで、長い間採用が見送られてきました。しかし、発火や爆発などのリスクについての安全性は、ずっと以前から確認されていたと報道されています。ということは、結局、中国製のリチウムイオン電池の問題であって、日本製とは違って、信頼性に欠けるというのが、正直なところなのかもしれませんね。中国の別のメディア海志新は、10月24日、欧竜については、15年進んでいると言われるが、この間には、致命的な欠点があるという内容の記事を掲載しました。リチウムイオン電池は、世界中の携帯電話や電気自動車に搭載されていますが、その大半は日本製と言われています。今までの鉛蓄電池ではなく、リチウムイオン電池を搭載することによって、潜水艦は長期間の潜航が可能になり、メンテナンスが容易になり、音も静かで、艦自体の隠密性が高まるなどの利点が多くなります。言うまでもなく、敵に発見されないことが潜水艦にとっては最重要です。潜水艦の位置を確認する方法の一つが、ソナーマンによる機体の音の補足なのですが、機体の音が静かであればあるほど、発見される確率が低くなるのは当然ですね。つまり、リチウムイオン電池が音を小さくしてくれるということです。記事は、これらのメリットを認め、東方の大国、中国よりも15年進んでいるという日本の専門家の言葉を引用しながら、中国国内の危機感を示しています。その上で、リチウムイオン電池には致命的な欠点が存在するという指摘をしているのです。それが、リチウムイオン電池は過充電状態だと発火する恐れがあるということで、万が一安全問題が起きてしまえば、どんなに高性能な潜水艦だったとしても、無意味であると主張しています。ちなみに、中国共産党局は、インターネットニュース情報源機関のリストを交付しています。インターネットを通じて、独自のニュースを配信できるのは、指定された135つのメディアのみで、この機関以外から、発信されたニュースを記載すると、法で罰せられるとのことです。これら以外のニュース報道機関は、指定されたメディアから、連載して掲載するしかなく、ニュースの独自性は、どんどんなくなってしまいます。そんな厳しい中国だからこそ、記事に書かれていることは絶対で、信じて疑わないという姿勢があるのかも、しれませんね。インターネットはもちろん、SNS も監視されている国。実際、中国へ旅行したとき、日本にいる家族や友人との連絡手段がないことに、かなり驚いたことを覚えています。特に、海外の情報は、外の様子を国内に入れてしまうことになるので、メディア規制をしている中国政府にとっては、慎重に扱うべき事項。それを、このように堂々と報道しているので、特に考えもないことがわかりますね。
それに続けて、2013年1月には、日本航空のボーイング787型機のバッテリーが発火するという事故が起きたことも紹介し、この問題は、その後どこまで改善されたか判明していない以上、同じような事故が起こるかどうかは、現段階では判別しがたいとも言っています。とはいえ、2013年4月には、日米当局が、アメリカボーイング787型機の運航再開をすでに認可していますから、787型機バッテリーの安全性は確認されたと言って良いと思われます。それにしても、どうして、日本は、発火などのリスクを承知で、リチウムイオン電池を使用するのでしょうか。この記事は、日本は、原子力潜水艦を所有できないので、強まってゆく中国の軍事力に対抗するためにはリチウムイオン電池というリスクを選択するしかないのだとまで論じました。ここまで、強硬な思いを掲載しているあたり、中国の本気具合を感じますね。そして、記事の最後には、中国の原子力潜水艦は、言うまでもなく強力だが、残念ながら、艦数が不足しているのが不安という雰囲気で、放流に対する危機感を示していました。潜水艦へリチウムイオン電池を搭載するのは、世界でも初の試みですから、中国だけではなく、世界中から注目されることでしょう。これほど注目を集める理由の一つには、日本製の優秀さ、つまり、やはり、日本のものづくりに対する徹底した、真摯な意識があるからではないでしょうか。日本の技術は、世界でもトップレベルですものね。今あるものを真似して、同じようなものを作るだけで、もっと高度なものへという発想がなければ、いつになっても追いつけないでしょうし、追い越すこともできないと思われます。三菱重工神戸造船所で、太平洋型潜水艦3番艦の進水式を行われ、人芸潜水艦が誕生しました。今回は、この人芸、潜水艦を詳しく見ていきますね。やはり注目は電池システムですよね。大電流時代に、ぴったりの高性能にアップデートされています。ディーゼルエンジンとのハイブリッドで、充電時間の短縮が、今後の課題となるでしょう。ですが、早い充電になってますよ。将来は、水素エンジンで、水素を同時に作り出すシステムになるのかも、気になりますよね。源泉を超えますね、この水素システム。海上自衛隊では、今年2022年3月に、最新鋭の潜水艦である、太平型のネームシップで、1番艦の太平を就役させていたが、この10月12日に建造中の同3番艦を進水させ、人芸と命名する式典を取り行った。今後も、竣工に向けた準備が進められる人芸だが、この艦名は、漢字では、シンクジラと書き、大海原を飼育するクジラを表したもので、実際の収益は2023年度末が予定されており、このペースは近年の通例となっている。ちなみに、太平洋型の2番艦のワクゲイは、昨年2021年の10月にすでに進水済みで、やはり収益は2022年度末が予定されており、こちらも、一年に、一隻の新造と、
収益のサイクルを遵守していることも述べておくべきだろう。大きな日本の防衛力の整備の枠組みとして捉えた場合、防衛計画の大綱で打ち出されていた潜水艦隊22体制の構築は、1番艦の太平洋が収益を迎えた2022年3月時点で予定数に到達しているため、今後は前々級の親潮型が順送りに退役を迎えると考えられる。もともと16隻体制から22隻体制へと中国海軍の戦力の増強を念頭に置いて強化されてきた海上自衛隊の潜水艦隊だが、今後の情勢以下ではさらに拡充を図る可能性もあり、親潮型は練習艦等としてと留め置かれる可能性が高いと想定される。現在、こうした海上自衛隊の潜水艦を建造可能な造船所は2社、2箇所に限定されており、三菱重工業者の神戸造船所と川崎重工業者の神戸工場のみであるため、言うなれば、すべての潜水艦が神戸から生み出されている状態である。今回のジンゲイは、三菱重工業者の神戸造船所が建造を担当しているが、川崎重工業者と交互に、新造艦を受け持つ体制が確立されており、高い工作精度が要求される潜水艦建造の技術を途切れさせることなく継承できている。潜水艦に限らず、自国で、こうした主力兵器を製造できない国の場合には、それが必要とされれば、売却を行ってくれる国を探すしか方策がなく、自国の求める仕様を追求して実現するだけでも、大きな労力を割かざるを得ないと言えるだろう。その意味では、他国の通常の軍隊以上に、仕様が特殊とも言える日本の自衛隊は、その設立の理念でもある、専守防衛という括りから、大きな制約を受けており、自国での建造力は保持しているが、世界的に見て、汎用的な潜水艦とは言えない側面も持つ。さて、太平洋型3番艦のジンゲイだが、海上自衛隊の最新鋭艦だけあって、未公開の数値が多く、基準排水量3000トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートルというのが、公に示されている主な仕様である。太平洋型は、基本的に前級となった、そう、流型の設計とデザインを踏襲している艦艇で、後者の後期型は、基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、深さ 8.5 メートルの規模を備えている。これを見れば、太平洋型は、総流型に比して、ほんのわずかに大型化されていると見て良い艦隊だと思うが、全体が、そう、流型からのキープコンセプトでまとめられており、大きな変更は、次の艦級まで持ち越すことが有力視されている。太平洋型の推進方式は、そう、流型の後期の2艦と同様に、ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組み合わせとなっているが、このリチウムイオン蓄電池の搭載を最初から前提とした初めての設計艦だと言える。このリチウムイオン蓄電池は日本の GS 湯浅社が手掛けたものだが、この搭載を当初より前提に建造された太平洋型では、その大電流を継続的に急速充電が可能な性能によって、新型のシュノーケル発電システムを実用化させた。この新型のシュノーケル発電システムによって、太平洋型は、従来の潜水艦よりも、潜航航行の長時間化、ひいては、これが、作戦行動半径の増大に寄与していると目されているが、詳細は伏せられており、具体的な数値までは示すことができない。ただし、太平洋型と同じディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池と電動機の組合岩の機関を搭載する、前級の、そう、流型の後期の2艦の速力は、水上13ノット、
水中18ノットほどとされており、太平洋型もこれと大きな差はないだろう。そのため、他国の機関部に原子力推進を採用している原子力潜水艦が、軒並み水中の速力で30ノット以上を発揮可能となっている現状を考慮すれば、いかに太平洋型が通常動力型としては最新鋭とはいえ、その点で互いする性能とは言い難い。原子力潜水艦には、戦略核兵器たる SLBM を搭載する戦略型原子力潜水艦と、敵の艦艇や対地攻撃能力を備えた攻撃型原子力潜水艦の2つに大きく分けられるが、いずれも、高出力の原子力推進機機関を搭載するため、通常動力型より、はるかに高速度である。こうした兵器としての原子力潜水艦の有用性は、速度においては顕著であるため、日本も、いずれは、攻撃型の原子力潜水艦を保有すべきであるという、主張は少なからず行われており、中国海軍の増強に比して、その声も増加してきたと感じられる。2022年現在、こうした攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している国は、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国しかなく、昨年2021年に、オーカスの締結で、オーストラリアがこれに加わることが確実になってはいる。確かに、これらの攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用する国の中で、日本は、ロシア、中国という二大仮想敵国と対峙している状態であり、今後、ますます増強が予想される中国海軍に対しては、その採用も視野に入れた検討は必要であろう。ただし、中国の南シナ海への支配力の増大を懸念し、オーカスの締結によって、攻撃型の原子力潜水艦を、アメリカもしくはイギリスから、調達、及び、自国建造を行うと、表明したオーストラリアだが、1年以上が経過した今も、具体的な潜水艦の特定には至っていない。アメリカを選択した場合には、バージニア級、イギリスを選択した場合には、アスチュート級といずれにしても、現在の最新鋭の攻撃型原子力潜水艦にはなることが予期されるが、自国に必要な数以上の建造は、すぐには困難なようだ。その上で、さらに、オーストラリアは、島嶼群を除いて、自国内での建造を前提に、この計画を進めようとしている模様だが、一から建造に必要な、設備や要員、そして技術的な基盤を整える必要があり、早期の収益はかなり難しいと思える。日本でも原子力推進というだけで建造にアレルギー反応を示すような風潮は以前と比すれば減少したことは好ましいと思える反面、手掛けたことのない原子力潜水艦を建造し維持していくためには費用的、機関的な問題を整理することが急務だろう。ちなみに、攻撃型の原子力潜水艦を保有、運用している、現在のアメリカ、イギリス、フランス、ロシア、中国、インドの6カ国は、いずれも航空母艦も運用しているため、これらで空母打撃群を編成する中でも、必須の艦艇ともなっている。まあ、ロシアは航空母艦を保有しているとは言っても、1990年に就役した、今や老朽艦のアドミラル・クズネツォフのみで、ほとんどの攻撃型の原子力潜水艦は、単艦による敵艦艇への攻撃を前提に運用されているのが実情かもしれない。日本の海上自衛隊でも出雲、片護衛艦を航空母艦化する改修が進められているが、これらは遠征を前提とした艦艇とはならないとはいえ、速度的には通常動力型潜水艦では、随伴は不可能なため、何らかの対策は必須となるだろう。